ブルース・ディッキンソンはイギリスのミュージシャン。身長168センチメートル。アイアン・メイデンのボーカリストとして最も知られている。学生時代からスティックス、スピード、ショッツ、ゼロといったバンドで活動を始める。このうちスピードにおいては1977年にドラキュラをレコーディングしており、これが自身にとって初のスタジオ録音となった。 その後1980年にブルース・ブルースの名で HR、HM バンド、サムソンのボーカリストとなったことでスティーブ・ハリスに一目置かれ1981年秋アイアンメイデン加入へとスカウトされた。アイアンメイデン加入当初の頃1982年撮影、魔力の刻印におけるボーカルは独特の性質も去ることながら 聖域の広さと圧倒的な表現力によって、全人者以上の評価を獲得、ライブにおいてもアクティブなステージパフォーマンスを行う、ことで名声を高め、ひいては、バンドとしてのアイアンメイデンの有役に貢献した。また、ワイルドなルックスと、軽妙なキャラクターは、ファンの間に、アイコンとしても広く浸透し、メンバー同士での音楽的な衝突もありつつ愛された。 アイアンメイデン加入後のバンド街での初の活動は、エルム街の悪夢後ザ・ドリーム・チャイルドのサントラに、使用された、ブリング・ユア・ドーター・ツー・ザ・スローター。これに続き、後にアイアンメイデンのギタリストとなるヤニック・カーズを、用した初のソロアルバム、タトゥード・ミリオネアを発表。そしてソロ第2作目発表を前に、ソロ活動宣言のためアイアンメイデンを脱退。 ロイゼットと彼のバンドトライブオブジップシーズと共に、アルバム、ボールズとピカソを完成させる。次の作曲パートナーとして、ギタリストのアレックス・ディクソンを選び、まずはツアーを行って、アライブ・イン・スタジオへとして、ライブ音源を発表。この新体制で、スカンク・アークスを発表し、同時にバンドとしての正式な活動を発表するが、アルバムの売り上げ不振や、音楽性の相違で、 すぐに空中分解してしまう。アイアンメイデン加入25周年2006年11月30日、再びロイゼットと活動を始めると同時に、アイアンメイデン時代の同僚エイドリアム・スミスを招き、アクシデント・オブ・バースを発表。久しぶりに正統派ヘビメタル色の強い楽曲を歌ったことで旧来のファンから喝采を浴び、ソロキャリアを歩んで、以降最高の売り上げとなった。 さらにこの音楽性を推し進め、ウィリアム・ブレイクにインスパイアされたアルバム、ケミカル・ウェディングを発表。同じ夫人でライブアルバム、スクリーム・フォー・ミー・ブラジルを発売した。そして、アイアン・メイデンへの復帰が告知される。2001年、ソロキャリアを総括するベスト・オブ・ブルース・ディッキンソンを発売。その後は、アイアン・メイデンでの活動と同時に、ソロアルバム、 ティラニー・オブ・ソウルズを発表すると、ソロ活動も継続中。2015年2月、昨年12月に、眼性腫瘍が見つかり、同年5月まで治療中と公表した。9週間に及ぶ化学療法の末、腫瘍の全摘出に成功している。音楽以外の活動も多岐にわたっている。イギリスの航空会社、アストライオス航空でボーイング757の、 パイロットを務め、ファンサービスの一環として、コンサート会場国への送迎なども行っている。アイアンメイデンの2008から2009年、2011年、2016年のワールドツアーにおいても自ら操縦艦を握り、チャーター機を操縦している。2016年には、機材運搬に用いる機体をボーイング747から400に変更するため、シミュレータでの訓練を経て、 操縦資格を新たに取得している。アストライオス航空の経営破綻後は、ウェールズの格安航空会社の株式を買い取り、その会社をもとに新たに、カーディフ・アビエーションを立ち上げ、アストライオス航空の従業員を再雇用するなど、パイロットのみならず経営者としての手腕を発揮している。ビール醸造所の経営にも関与しており、アイアンメーデンブランドのビールを製造販売する。 企業経営者としての一面も持っている。またテレビ番組の企画でソ連戦車 T-34 も操縦した。フェンシングやクリケットの腕前も確かで23歳の頃にはイギリス国内のフェンシングのランキングで7位となっており、アイアンメイデンを一時脱退していた時期にはクリケットのイギリス代表メンバーとして世界を転戦した経歴を持つ。 元々は歴史教師になるために、ロンドン大学を構成するカレッジの一つである、クイーン・メアリーで歴史学を学んだインテリであり、文筆業の実績も残している。1990年には、ザ・アドベンチャーズ・オブ・ロード・イフィ・ボートレイスを出版して、小説家デビューを果たし、2008年公開のホラー映画、ケミカル・ウェディングでは監督のジュリアンド・ドイルと共同で、脚本を執筆した。 2019年11月29年前に結婚した妻と2018年に破局を迎えていたとのことで現在は新たな恋人と共にフランスのパリで暮らしている妻とはすぐに離婚するつもりはないというその後2020年5月18日に妻が死去とんでもない悲劇だ3人の子供たちと自分は大きなショックを受けている 妻に敬意を表しこれ以上のコメントは出さないと語った。息子が二人、娘が一人おり、二人の息子はバンド活動を行っている。長男オースティンはロンドンを拠点に活動していたメタルコアバンドライズ・トゥ・リメインのボーカルとして2011年にメジャーデビューを果たした。2015年に解散した後は新バンドアズ・ライオンズで活動中。次男グリフィンは シェイプスで活動していたが、2020年7月に解散が発表された。オリジナルアルバムシングルライブアルバムビデオコンピレーション。ありがとうございます。